ここからタイマースタートらしい。5、4、3、2、1、スタート。イエス。いつもより紫が映える。うわー、さあ頑張ろう。うわー、どこ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 。うおー、いまいちです。よっしゃ、フライング。おお、フライングじゃないだろ。応援してます。おお、ありがとうございます。で、通常テーブルマウンテンのレギュレーションとして、ハマグリチンチン志、そしてまあ、あのペイの問題とか一番最初の場所で使えるようなドキドキ。あ、いいねー、まあ、結構いいっすよ。結構いいっすね。まあ、それは出るってとこなんで。いいっすね。いいっすね。で、まあ最初のね、一回一回。はい、村さんいきなり囲まれた。かわいそう。あ、いいっすよ。身代わり、身代わり、身代わり、身代わり。クソボケ。痛み分け。痛み分けきちゃー。板分け、板分けソフトバンクホークスやん。ペコペコ更新しちゃえ。お店から泥棒をして、必要なアイテムを揃える、そういったところがね、一つ、まあ第一な。今日なのか注意報発令する。このあたりはおい、や稼ぎしちゃった。ちなみにあそこのお店の名前、意外と、ね、知ってる人と知らない人がいたりする。いやプラスないか。いやー微妙だな。やかせにうまいぞ。うまいだろ。やわり期待は裏切らない。出てくれよ。投げんね。お前めろって。敵どんどん来とるが。あ、やめて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 、お願い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 、いやー剣もない。厳しいな。そして、まさに、カロンサイドロボ終わり。しまった人が一人いました。よし。気をつけようがないんだよな。いや剣欲しいな。ドラソーと吹き飛ばいいですね。オッケー。あれ、ここまさかザーノさんが紹介してた。あれ、ここザーノさんが紹介してたハメマップじゃないのか。ハメマップで見たとこだ。あれなんで、あれなんだあいつ。進む剣ゼミで、真剣ゼミでやってたやつじゃないのかこれ。来ないか。ここ進む剣ゼミでやったところだ。寺蔵さんで見たところだ。羽沢、寺蔵さんで見たのかよ。鬼面ラインが見える、見える。鬼面武者はよ。もう痛い、もう痛い、もう痛い、もう痛い。使っている技としてザワノさんがこれですね、ハメマップと呼ばれるやつですね。よくよく見ると分かるんですけども、敵が、入り口、この部屋の入り口の右側で、伊勢神宮の、伊勢神宮のです。解説されてる。ね。紹介されてんぞ、ハメマックス。こうやってやるんだよ。今の著作権でアウト。え、やば。あ、ガマラもいるじゃん。上手。こういうことなの。
みんなハメハメ言ってるねー。わら、本当に取り上げられると恥ずかしいですね。ナイス実演、うまい。広告収入取り上げです。ピータンめっちゃいるわ、ね、めっちゃ溜まってたな。あ、ごめんごめん、入れないと。カローさん、ガマゴンがなかなかのよう。ガマゴンとか運ゲーだからな。ケイ安定チャート、もちろん。ずるなやつやね。うまい。ケイ。そして、ここでまだ、待機しているというところが、これはザワーズさんですね。ハローさんかな。ギタンコウまでくれるとかなんてイケメンなんだ。確かに手際よしお、ケイね。県内子だな。そう、県内子なんだよ。あーあー場所はダメだよ。場所はダメだよ。お前つえー、もしかして今日なのか。何やってんすか。いやー、今のは良くないね。ダメ。あ、いやー、これどうかな。あおう、惜しい。そこら辺にどうタム落ちてないかな。いや、マジで剣欲しいな。ヘッチしろやろうか。さ、運命の巡り。いや、運命の巡りでもないな。いまいちルールが分かってないわい。まあ、並走でやる感じよ。そんなことなら場所なんて拾わなきゃよかった。並走で普通に細いね。ザワーノさんトップだよ。ありがとう。いいよ、強いよ。いや違う、6人で勝負してる。なんだかんだやると便利やな。いや、ほんとやないとね、結構きついのよ。こいつの杖本当に欲しい。いや、場所行かれたの許せねえなあ。あ、あ、まあいいでしょう。まあいいでしょう。いいね、縛り。あ、いいよ。あ、勝ちた。しゃ、でかい。悔しいですよね。これはいいや。絶対1位になるんだぞ。負けんじゃねえぞ。頑張る。お帰り場所がえ。中。一方通行での遠投場所がえ見たかったのにな。わら。止まるんじゃねえぞ。遠投場所がえはな。アイテム超強い。いや。あんま超って感じもないけど。金縛り。金縛りいいね。もうちょっと、もう一声。いやでもいいね、潤沢。文句は言えないな。ないのか。回復ないね。うわ、帰ってきたか。いやー、これ二角。いやー、鶴橋弱いな。モンハを引く。モンハきついね。まあ真空あれば強いけど。毒矢踏んでるからな。あー、毒矢踏んでたっけ。あ
あ、呪われてもいいでしょう。杖欲しいね、杖ね。これ行きますよ。それマジダメだな。進化あったよな。これうまいか、逆に。これうまいな。どんな杖？杖杖。小股でいいね。うまい。困った2枚か。杖こい杖。杖欲しい。保存も欲しいな。これクソいい感じザウルスじゃね。これクソいい感じザウルスだよね。経験値を迷う。これテンさんがやってたっていうのはですね、何かやってますよね。天使となんか場所替えをするしたんですけども、これはですね、これツルハシと場所替えの杖を使った安全な泥棒さんなんです。おいずるいぞ。20分切り3連続いけそうやな。それやってねえの。杖くれ杖。寝とるかよ。まあこれはやっぱりあのアイテムが少しあった場所があったっていうのを把握した上で、あ、上がったからいけるなってところで判断してやったんでしょう。ごめんごめんごめん。あーごめんって。弱いなぁ。コメントったお前。親父さんが遠距離事件起こさないから安心。え？なんか暗くなった？バグか？暗くなったんだが。なあ、杖1個もないの。それは付き合わないよ、さすがに。エニャ特有。いやー。でもパコばっかか、この階層付き合わざるを得ないか。ここら辺とかはね、安全に行く場面がここかって定めてやる。このあたりやっぱり経験がなせる技かなとは思います。ランダム性が高い中で一旦ランドをこのまでクリアは？まあ、どのぐらいのクリアのかパコ部屋下ネタか。集団パコに注意。7まで上がっていますので、ポイントは84しかないですね。盛り合ってる。エテンさん会心として2枚持ってるの笑う。強っ。よかった、階段あって。様子でから来ました。あ、どうもどうも、いらっしゃいいらっしゃい。ガチンコで戦えるような相手ではないので、はい。そして、強くね？それ泥棒したのか。15階、16階も先ほど話しましたシャッフルダンジョンなので、する場所使ったらしいね。なんか聞いてたね。階段まで一直線で行けるというところなんですが、これ逆に覚えていないと、この15階16階の敵って、まあ、いわゆるドレイン系の敵、混乱させられてる目回したりとか、そう下げてくねくね歯に装備を弱らせるっていう敵が出てきますよね。ヒルが高い皆さん動いたりとか、なるべくはもうあまり長いはせずに行きたいと思いますね。その矢沢は、その一番乗りか。弱いです。お、何もなくてよかった。特殊系の杖なんて何でも聞きますから、ね。いや、よかったか。あ、バレたか。いやー、これ切りたくねえな。ザワーノさん17枚切りまし
ギターなくなっちゃったな。くそぎるか。明かり切っちゃうわ。メールあったらやだもんな。こちらが、お店があります。杖補充したいな、これ。完全に確定というほど、最初竹林の村よりは優しくはないんですけれども、一つのやり方があります。ですので、こちらが少し途中で、太郎さんが行ってみます。ただ、皆さんも18回、19回。開始したのか。今もう、15分から始めましょうってなってるね、うん、はい、識別はいいか。もう今日3分の2は階層で言うとね過ぎている感じですからね。皆さん、まあ、こっから先はやっぱり人が来るので水が結構痛手が大きいので死なないようにケアして飲まなくてよかった。ヤフキーか。トドあったっけ。そう、トドある、トドあるんだけど、これ取っちゃおうか。フキゼロ捨てて、アイテムちょっと怖いなこれ。階段引かないとちょっとやばいかもな。階段頼むよ。けいよ。遠藤。これはちょっと一回やり直してる点がやっぱり、ね。遠藤肖像だね。ところですけれども。さあ、やり直して頑張ってもらいたいですね。白紙ないんだよな。聞いた。後ろ来てるか。声出てしまった。ザワーの紫おじさん。あ、嘘。やばいね。巻きかな。巻物見るわ。かなり覚えておかないと、きつい。そういったフロアになります。で、26階に今一番近いのがエテンさん、ガイザルさんですね。巻物。さて、ほぼ6階ですね。あ、入りましたね。さあ、こちらもシフトマップ。巻物。一旦引き返したので。フクロウでよかったね。の場所を把握したのでしょう。ね、どうしよう。沢野さんも入りました。いやごめん。そ
してこの階層から出てくる壁を抜けて2倍速で死神つらい。いやーこれきついな。もうこいつと会ったらどうにか処理するしかないわけだけられるね。こういうことなんだよ。ジェノサイドの巻物というものがありまして、うまし、すげえ。要はその冒険中存在しなくなる。え、マイコそれを使うのか。アイテムがねんだわ。うま、さすがやな。やっばいなこれ。場所使おう。すぐに調べますが、27、28、29ですね。最後に最後に出てくる結構強い敵が、階層ごとにちょっと変わってくる。三試練ですね。階段来てくれー。抜けた先が最後の三試練。ごめん。識別だらけ。なんですが、お、これはついてますね。うまい。さんがやはり宇宙人でしたね。30階まで。来ましたね。さあ、うま、ゆうこわし。まだ21分ぐらいですか。ハロー様にも24、あとちょっと。やっぱりと言いますか、ね、拍手引けない。拍手、うわー、ハハハハ。言われていたのですが、ここでもやっぱそういう見せてる。強すぎる。うおー、はぁ、わらわら、拍手、わらわら、やば、いいね、不正、わらわら。余裕なんだよ。なんだよ、さすがザワーの、さすがは、スター、すご好きだろ、し、やば、神、そんなんありかよ、わらわら、うおわおわ、聞いた、やったね、遠投注意、さすがや、チュンソフトとズブズブの関係、事前に白紙置いておきました、すげえ、すげえ、うおー、最高の引き、本番でこの神引き、おいおい、聞こうた、はい、いくら払いました。余裕なんだよ。パチ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 、バネあったら笑ったのに。おめえ、あんたすごいよ。